こんばんは。スピリチュアル研究家の楓です。ツインレイ男性の特徴に女好きだったり遊び人が多いというものがあります。ツインレイ女性のパートナーのはずのツインレイ男性が、なぜ他の女性に目移りするのでしょうかこの動画では、ツインレイ男性に女好きの人が多い理由をわかりやすく解説していきます。 ツインレイ男性の女好きや浮気性の性格はただダメンズだからではありません早速ツインレイ男性に女好きの人が多いスピリチュアルな理由を見ていきましょうツインレイ女性を探しているからツインレイ男性に女好きが多い1つ目の理由はツインレイ女性を魂レベルで探しているから 男性は女性と比べて占いやスピリチュアルに馴染みがなく感覚より論理的な考え方を大事にしますそんなツインレイ男性はツインレイ女性本人と出会ってもその存在に気づかないことも珍しくないのですそうした男性が運命の女性を見つける方法が いろんな女性と恋愛することそのためツインレイ男性には根は誠実でも異性への興味や性的な気持ちが強い人も少なくありませんツインレイ女性に気づくためツインレイ男性はいろんな女性と遊んだり付き合いながら運命のパートナーを探し求めますそして。 さまざまな恋愛を経験した後にツインレイ女性に巡り会うとこれまで女好きだったツインレイ男性もこの女性は他の人と何かが違うと気づくことができるようになりますその瞬間ツインレイ男性の恋愛感は1 8 0度変わりツインレイ女性に「一途にならずにいられなくなります 運命的な衝撃をあえて受けるために、ツインレイ男性には、もともと女好きの人も少なくないのです。ツインレイ男性自身が未熟だから。ツインレイ男性が女好きの理由は、単純に人として未熟だからという場合もあります。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に出会った瞬間に、一途になる人ばかりではありません。 男性側のいちずさや思いやりの精神が育っていないとツインレイ女性に出会ってからも女好きが解消されないこともまた本当はツインレイ女性を愛したいのに愛し方が分からなくて他の女性に逃げてしまう男性もいますツインレイ男性には複雑な幼少期やもともとの魂レベルが 高く賢い人も多く気持ちをなかなか明かしませんそんなツインレイ男性を絶対の愛で導く存在がツインレイ女性であり真実の愛を知った男性は女好きから一途に変わっていきますツインレイ女性の自立を促すためツインレイ男性に遊び人が多い4つ目の理由は「 ツインレイ女性の自立を促すため。ツイインレイは男性側と女性側で魂レベルの願望が異なると言われていますツインレイ男性はツインレイ女性に尽くしパートナーの幸せを願うツインレイ女性はツインレイ男性に支えられて樹立することを願うこう聞くと男性が献身的で。 女性が身勝手に思えますが2人にとってこのバランスこそが最適なのですツインレイ女性が自立心を育むにはパートナーが遊び人の方が魂の成長にとっては都合がいいのですねそしてツインレイ男性にとっても遊び人を卒業して一途になる過程は魂の成長を促す 重要な経験になります。ツインレイ女性が無条件の愛を学ぶため、ツインレイ男性に女好きが多い5つ目の理由が、女性側が無条件の愛を学ぶため、ツインレイの最終目的は、転生時に2つに分かち合った魂を元に戻す統合です。魂が統合されると、ツインレイは お互いを無条件に愛すす。ることができます私を無視して他の女と遊ぶから嫌い女好きが治らないから愛したくないといった相手を愛することの条件が一切なくなる状態が統合というツインレイの最終試練女好きのツインレイ男性と向き合う過程でツインレイ女性は「 真実の愛を学んでいくことになるのですパートナーの女好きに困らされているツインレイ女性はその彼とどう向き合うべきなのかここからは魂の成長につながるツインレイ男性との関わり方を具体的にご紹介します女好きを直そうとしない女好きに悩まされるツインレイ女性が 最も心がけたいことが彼の女好きを直そうとしないことなぜなら相手を自分の思い通りにしようとすることは無条件の愛から最も遠ざかる行為だから今のパートナーがツインレイであってもそうでなくても大前提として相手を変えようとしない自分を変えるという心構えを常に忘れないでください 自分の課題に集中する女好きのツインレイ男性と正しく向き合うには本人に対してではなく自分に向き合うこと彼ではなく自身を喜ばせるために今この瞬間こなすべき自分の課題に集中してくださいもし愛することがつらいならその愛し方は自立や対等な関係を築く意味で 二人のためになっていません。ツインレイはお互いに自立した上で相手に唯一無二の愛を与えることができます。愛する女性と愛される男性というバランスを変えるために彼に与えていた愛を今度は自分自身にたくさん向けてあげてくださいね。物理的に距離を置く。 ツイインレイ男性の女好きに耐えられない方は物理的に距離を置くことも大切ですツインレイだから愛さなきゃともし思い込んでいたらそれはツインレイだからしなきゃという条件付きの愛の証運命の人だから愛するのではなく愛したいから愛すると思えるように物理的に離れて 距離感に調和を保ってください。物理的に離れるには LINE が来てもすぐに見ない LINE の返事に期待しない一人の時間を作る相手の予定に合わせない彼の好きなことではなく自分の好きなことをするツインレイならたとえ物理的に離れても心のつながりが断ち切られることはありません 別れを心配しないで、まずは、ご自身を優しくなぎらってあげてくださいね。ツインレイ男性の女好きは、本人すら気づかない、スピリチュアルな理由による、ものかもしれません。彼ではなく、自分を変えることで、ツインレイ男性の影に、光を当て、自分にもパートナーにも、輝きをもたらしてくださいね。以上。 いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。